はい、というわけで前半終了しまして、はい、質問コーナー、はい、そして振り返りでございます。そうですね、じゃあ質問からいきます。いきますか、はい、はい、じゃあ早速読ませていただきます。今日はパイセンで読んでいただきます。はい、はいはい、東京都北区在住の男性からでございますね、はいはい、これ22年度ベスト台、よく打った台、勝った台を教えてくださいということです。私はね、それこそ前回お色紙として打った、はい、まあ、バイオハザード RE2 か新鬼なんですよ、はい、なるほど、はい、今日もね、新鬼打ちたかったから、ね、打ちたかったんですけど、取れなかったんですけど、はい、まあ、どちらかというと、うん、バイオですね。バイオの方がいいんだ、バイオの方が面白いんだ、はい、まあね、はい、前回気持ちよさそうに楽しそうに勝って、はい、で実際勝った台っていうのもそこにあったりする、はい、いや、全然勝った台は何だろうな、もう今機種別の、趣旨とかつけてないんですけど、はいはい、意外と愛着かもしれないですよ、ね、ああ、可能性あるな、はい、僕愛着かもしれない、なるほど、はい、でそうですね、僕がベスト台は前回打ちましたね、僕もね、はいはい、今年一番面白いなと感じたのは今のところまだ飽きてないんで、はい、ハードボイルドですか ね、 いいすね、やっぱり出来がいいなと思いますね、はいはい、まあ、ダメなところもいっぱいあるんだけど、はい、なんかいろんな努力が、はい、開発努力が垣間見えるというか、非常に凝った作りだったなっていうのを花火絶景を打ってなお思いました。ちょっとなんか含みありますけどねはいはいはい、っていうところですよね。勝った台はね、多分普通にバーサスとか花火だと思います、ね、まあ、そうそう、普段もよく打ってるんですもんね、はい、勝ったのは、はい、あとはもしくは今日も打ってるけど花々なのかなというような気がしております。じゃあまあ早速次行きましょう。はい、はい、次はアゲオマンさんからです。はい、わざびさんに質問。あ、俺なんだね、はい、最近ハマっているお酒の飲み方ありますか？お酒の種類、飲み方、おつまみ、何でもいいので聞かせてください。僕酒好きだけどこだわりがないんで。よくハイボール飲んでますよね。焼酎ハイボールの方が飲みます。あとね、これありがたいことに、はい、かなり年間ものすごい本数を皆さんからいただくので、ね、はいはい、もうそれをねループしてる感じがあります、ね、あ、じゃあもらったものの中で、まあ、はい、こうループしていく。特に美味しかったものとかいろいろありますけれども、おつまみでじゃあ好きなものっていう感じになると、どういう感じですか？豆です。豆？グリーンピースの素揚げのお菓子とかあるでしょ、はいはい、あれが一番最近好きです。あ、いい感じで喉が渇いて、はい、それでグビってやると。そうで、僕どこでそれを言ったか分かんないんですけど、はい、差し入れでグリーンピースが最近来ることがちょいちょいあって、どこで言ったか全然覚えてないんですけどね。それが来すぎると、うん、僕昔グミがその現象になっていやいや、ちょっとこんなグミ食べられないよっていうぐらいグミが来たことがあるって、はい、まあ、ほどほどに、ね、そうですね、差し入れ。いやいやいや、本当ありがたいです、はい、いつも、はい、マジでほとんど全部飲み干してますから、はいはい、あと、あんまり高い酒は飲めないんで、はい、逆に飲めなくなっちゃうんで、はい、安いのいただければと、はい、思います。はい、というわけで3つ目ですね、はい、東京都北区在住の男性。多いですね、その人。多いですね、はい、ご多忙の、お二人かと存じ上げますが、はい、出張に行かれた際の楽しみは何でしょうか？また出張先で必ずすることって何かございますでしょうか、という。そうですね、僕昔はやっぱり、まあ、はっきりは言えないんですけど、うん、部屋に女の子が来てくれて1時間ぐらいしたら帰るっていうシステムのサービスを利用して、何か言わないですよ。まあね、肩とかね、はいはいはい、何でもあるかもしれないですもんね。そういうのもあったんですけど、今はもうそういうのもなくなって、はい、まあ、結構どこでももう行ってるじゃないですか、うん、だからそこに行くって決まった時点で、うん、あれが食いてえってなるんですよ、割と。わかりますよ。で、はい、時間が間に合いそうだったらそこで食べてみたいなのは結構だから、まあ、食ですね、結局。僕は同じく食べ物なんですけど、はい、なるべくそのコンビニとかその適当なもので済まさないようにすっげー用意していくのと、あとはその先に調べてて、はい、地元のスーパーがあったらスーパーに買い物に行きます。食べに行くんじゃなくて買うってことですか？買う方ですね。一人でも行くんですけど、はい、まあほら、良さそうな店がない場合もあるじゃないですか、はい、そういう時はもうスーパー行って地のものを。確かに意外と地元のスーパーって地域食出ますよね、はい、意外とあるの、はいはいはい、お惣菜とか一つとってもあるので、そういうのを買って、まあ、お酒飲んだり。渋いのが、はい、まあ、楽しみですかね。結局食い物なんですよ、我々。そうそうそう、はい、そうです、はい、はい、次はですね、アゲオマンさん。なんだこれ、もう同じ人ばっかりばっかりだよ、はい、まあ、今回はね、前回と収録は近かったんで、はい、そうそう、近すぎてね、近すぎた、はい、はい、お二人に質問です。出張、プライベートどちらでもいいので、全国で行ったことのあるお気に入りの街を教えてください。合わせてその理由もお伺いできればと思います、という。街か、難しいですね。どちらでもいいんであれば、僕はね、広島。あ、でも、はい、仕事はないですね。仕事ないですよね、別に、はい、行ったことある街の中で、はい、食べ物がすごく美味しい。あ、なるほど、遊ぶところというか、まあ、観光というか、はい、見るところもたくさんある、はい、まあ、そうですね、はい、
という意味で、あともう2度目行きたいと思うのもやっぱり広島ですかね、はい、あんまり聞かないですよね広島。そうですね、大体のこう人は修学旅行とかそういうので行ったっていうぐらいなんで、僕実はあの47都道府県全部行ってるんですよ、うん、仕事、うん、あの旅番組とかやってたんで、すごい、うん、それの時も良かったし、はい、一回住んでたことある高知県がやっぱ結構、はい、高知県に住んでたの？僕はあの大学高知の大学なんですよ。あ、そうなんだ、はい、へなんでやっぱ高知県はすごい好きです。四国全体好きなんですけど、まあ、どこかって言われたら高知県を選ぶ。ちょっと紹介してほしい。僕、はい、あの都道府県の中で行ったことない県、仕事も旅行も、はい、あと2県なんですよ。あ、高知と福井ですか？そう、高知と愛媛、はい、あ、いいですか、うん、はいはい、まあ、隣同士なんで一発終われるんだけど、はい、この2軒だけまだ行ってないんで、高知はいいとこですよ。教えてほしいですよ。いいとこですよね、まあ、機会があったらこの番組でね、なんか旅させてくれたりそういうのがあればいいですけど、ケイズさんちょっと高知にはないんでね。あ、そうか、ないか、うん、はい、というわけで、はい、あ、まだ終わってなかったらどうしちゃった、はい、次はゲオマンさんです、はい、お二人に質問です。過去に女性に言われた一言で今でも覚えているほどで衝撃だったことありますか？その女性の立場等は全く問いません。何かあれば教えてください。あ、何これ、全然意味が分からないし。いや、多分攻めてきてるんですよこれ。僕はあの高校生、あ、違うわ、大学入ってから、はい、地元の中学の同級生と付き合ってたんですよ、はいはい、まあ、遠距離だけど月1ぐらいで会ったりぐらいしてたんですよ、はい、それなんか急にこうちょっとうまくいかなくなって、はい、やばいなと思って僕会いに行ったんですよ、はい、もう今も覚えてます。クリスマスに会いに行ったんですよ、はい、確か、はい、で、まあ、無理やり友達で金借りて飛行機乗って会いに行って、はい、まあ、話し合いみたいになるじゃないですか、うん、で俺のことどう思ってんだよ、うん、ぶっちゃけどれぐらい好きなのみたいな、うん、あ、はいはいはい、中の中の上って言われたんです。なるほど、そんな表現あると思って。彼氏、ね、すごい微妙っすね。ちょっとだけ好きみたいな、うん、普通より中の中の上って言われて、だってもう普通で友達ぐらいでしょ。だってそうっす、うん、その人は嫌いだもんね。僕なんですかね、女性です、早いって言われて何がとは言わないですよ、早いと、すごく逃げ足が早いんで、はい、はいはい、かもしれないんでね、はい、それは結構衝撃ですね、衝撃ですよ、はい、といったところでございましょう、はい、今回はね、あのたくさん読ませていただきましたけど、はい、これちょっと今回同じ人がね、たくさんあったんで、はい、皆様もあのぜひぜひ、そうですね、ぜひまた何でも書いていただければ、はい、お送りいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いしま す、はい、というわけで、梅ちゃんでも前半の振り返してないんだよ、逃げたい、はい、しましょう、しましょう、はい、しましょう、しましょう、はい、あの僕は、奇跡的にカバネリが空いてて、はい、打ったんですけど、はい、まあ、ちょっと、まあ、ないなと、うん、でただやっぱりこういうめちゃめちゃパンパンな状況で、うん、まあ、人気機種捨てんのちょっと捨てづらい状況なんですけど、まあ、そこはもうクールに捨てて、はい、どうしようかなってとこで、まあ、その時点で、1の3で500ちょいの愛着が空いてて、はい、まあ、まだ早いけど他に打つ台ないしって言って打って、うん、一瞬ですぐに3の3になったんですけど、はいはい、今ハマってあのもう別に打つ理由ないなって状態なんですよ。なるほどですね、ただもうずっと回っててもいい台ないんで、うん、この子あの昼ご飯とこの振り返り挟んで時間空いてなんかいい台が空いてればいいなという、うんうん、なるほど、やっぱ今ちょっと見て回るところですね、はい、はい、はい、で私は花花を粘っています、はい、お隣さんがすごく良かったんですけど、僕もあのビッグだけは姉妹1くらいで引いてます、ね、はいはい、で今現在10の2ですね、はい、ようやく1500ゲームまでレギュラーゼロだったんで、はい、ようやく2回パンパンと当たってくれたんで、はい、まあ、ここから次第かなと、子役、はい、いい、ビッグ中のスイカいい、ビッグはいい、悪いのはレギュラーの回数だけなんで、あ、まあ、このまま一応やった方がいいだろうなというような状況、不安だけど出るやつです、ね、そうそうです、はい、出てくれればもう同じなんで、はいはい、なんとか頑張っていきたいなと。で収支的には僕は23本使って、まあ、200枚残ってるか残ってないからで、はいはい、でわさびさんの見るとプラマイゼロぐらいですかね今。そうですね、僕らと合わせて、はい、僕が800枚900枚ぐらい見てるかなと思いますので、はいはい、まあ、合わせてプラマイゼロぐらい、なんとか僕がどうなるかってところ大事だと思う。花々で待ってるよ、花々も一応見てます。そう、可能性はね、まあ、島の状況が良さそうなんで、はい、まあ、ちょっとダメそうな、見た目はダメそうなやつでも打ってもあるかなとは言う、うん、そう、打ってもありかなという気はしてます、はい、といったところで、じゃあ後半も頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう。はい、というわけで後半も引き続きですね、329番台の方を打っていきたいと思いますけれども、今ね、全体的に見てきたんですけど、かなりやっぱ良さそうですよ、正直、花花の島は。そうですね、ざっくり2台に1台ぐらいはだいぶ強いかな、だいぶというか、まあ中よりは強いかな。梅ちゃんの質問の答えじゃないけど、中の中の上、中の中の上は2分1ぐらいでありそうでしたね、いうふうに見えました。なんならいつもより出てるような気もするぐらいでしたね。で、まあ、そんな中で一応当たっててくれてるんで、まあ、続行したいと思いますといったところです。でレギュラーも初レギュラーまでは1500円もかかりましたけど、
引いてみたら2回ポンポンと来てくれましたんで、まあ、ただねちょっとね1個不安なのはね、今4連チャンしてたんですけど、連チャン中に席を立ったことですよね。はい、ここね花打ちは大事にしたいところだったんですけど、まあしょうがない、そこはラーメン食ってきてもうお腹いっぱいで眠くならないような展開をお願いしたいと思います。さあ席離れちゃってごめんね、でももう連チャンして、はいはい、おおだだ、うん、おおひとって、うん、花で、2000ちょいで、うん、3の7みたいなやつ入ってたんですよ。いいんじゃない、だって、はい、見てきた全部 かなりいいよね、いつもよりいいなと思って、はいはい、そうで、どっちにしろそのレギュラーの方が僕はまあボーナス的には大事だと思うんで、はいはいはい、まあ、ちょっとやってみます。全然いいと思います。はい、です梅ちゃんが引かなしてくれました。よし席立ったけど音が目なし。このレンちゃんを待ってたのよ、なんてね。うわ、あ、ベルが出すぎてコインが落ちる。あ、え、なんか一緒に1目出てたっけって俺実は思ってたんだけど、あ、バケだな。なんか気のせいかもしれないんだけど、オッケーリリチが出てたような気がするんだよね。ベルベルの前のゲーム。そう、レギュラーもほら引き始めたら引くんですよ。やっぱりね、400分の1ぐらいのフラグはね、別に朝から1200とか来ないことはザラですよ。6つに行ってるわけじゃないから、それはねさっきも言ったようにちょっとあまりにも都合が良すぎるのと、この台数の中で設定6だけ見るっていうのはちょっと非現実的だなっていうのがあるんで、だまあこの状況で、なるべく上の設定をって思って打ってる感じなんで、まあビッグでも当たってくれてれば全然問題ないというのが、まあ僕がの僕の何だろう、花を打ってたい人の都合のいい考え方だと思ってもらえればいいんじゃないですか。じゃあ行きましょう。アナウンスすごい久しぶりだな、これ。レギュラーも引いてて、ビッグ足りないけど頑張ろうってところで今670ハマりなんですね。これやめたくなるわ。僕が打ちましょうか、タキオ前任者の方。一応見ててなかったですね、さっきの間で、234枚に合わせます。おお、921ゲーム。まあ、僕自身は投資が9本かな。ああ、ビッグ。この台は4回目のビッグです。震えた。ギリ1000いかなかった。放水取ったよ。1回目のビッグでやっぱね、1回でも成功するとちょっと安心する。まあ、それがあるとか全然ないですよ。ただやっぱりそのスイカがいけない、ビッグを積み重ねていくとどんどん不安になっていくんで、1回目は、1回も落ちてますよね。最後レンチャン普通に飲まれそうですね。ちょっと飲まれるともちろん、随分ボーナス出現率、まあ、レギュラーも含めて悪くなりますし、まあ、正直飲まれんのかみたいなところあるんできついな。そう、900余ってたんだよ君。そんな無慈悲に飲まれんの。あー、ベルも悪いっすね。200回さず飲まれますね。193、ちょっと一回回遊しましょう。結構希望に満ち溢れて座ったんですけどね。満ち溢れてはない、まあ、いけるかもとは思ってました。割り考えたらもうこれいった方がいいですね。まあ設定は期待できないですけど、
まあ、ちょっとめちゃくちゃ久しぶりなんで見直しできるかどうか分かんないですけど、まあ、1回1回のリスクは、まあ、花火絶景とかより全然マシなんで、ちょっとあの花のもね、それこそたまたま、うん、レギュラーで当たっちゃってって可能性も全然あるんで、すいません。さあ1400枚だって、ありがとうございます。ほら当たり出したらレギュラー待たんだって。これよこれ、これがやっぱ花は序盤じゃ分かんないってやつだ。楽しい。さあ花蓮来てますよ。食事休憩取っても大丈夫ってことが証明されました。でもまあ、あの変な話ですけど、休憩、おい、休憩挟むとなんかダメになること多いよね。あー、ついに来ました。赤菜の絵揃えたんで花力ですね。スイカにいいね。スイカも非常に出ますね。これはね、本当に序盤のレギュラー引かなかっただけで結構いい可能性やっぱありますよ。でこういうのはね、体験しちゃうと、いや、おー、ちょっとキリがないな。すごいね、完全にゾーンに入ってますよ。まもなく100抜けるな。まあ、花近ね、BGM 含め、エンチャン定義は100なんで、昔は87でしたけど。抜けて、え、抜けない。抜けてホッとする気持ちがあるって言おうと思ったの。この曲が好きじゃないんで。そういうこと言っちゃったから終わるかしら。何花花から流れ出したんだっけな、これ。最初はね、花地下しかなかったんで、出した。これ前も話したことあるんですけど、前日ビッグもレギュラーもぶっちぎり当たってた台があって、その台がビッグ終了後、即やめみたいな台で多分閉店したんでしょうね。空いてたんです、朝一。しかもビッグが100ゲーム以内に、まださらに当たった、100ゲーム以内に4連してて、それで最高記録になりました。そうそう、でね、あの前日ビッグが連チャンして即やめされてる台を朝一打って、前日ぶっちぎりで当たってる台、そしたら朝一100ゲーム以内にビッグ引いて、僕はね、でしかも鼻近が流れたんですよ。でそれしてね、据え置きが確定してくれて、前日ぶちぎって当たってる台の据え置きを打てたっていうことがあったんで、唯一この曲が役に立った瞬間でしたね。さあ余計なことは言ったけれども、最高記録を更新してくれました。自身初の4回聴きました。さあ梅ちゃん勝つぞ、ハラハラで。さあ終わったよ、100ゲーム以内が。2138ゲームってことは、要は300回を超えていれば7分の1以上ってことでしょ。もうね、322回なんだよね。まだ 6.8 とかそのぐらいまで上がりました。だから本当ね、形だけ見ればビッグだけでめちゃめちゃ出てるように見えるかもしれないけど、まあ、グラフもそうなんだけど、実は地味にこうベルがね、活躍してる。さあ、正直あのダメかもしれないですけど、あんまり何も考えずいきます。あのめちゃくちゃ久しぶりなんでいろんなこと忘れてますけど、それでも打てますから。いやで、実はもう、まあ、僕今3だかな、これで。で、もう僕は財布にお金がないんですよ。で、あのそれこそ前回の質問だったらいくらも入れてきますかと、財布にね、っていうので、まあ、僕10は入れてますよって話したじゃないですか。今日僕これ、あの今日の収録のために昨日名古屋前乗りしてるんですけど、その前にちょっとあの別の収録で、兵庫にいたんですけど、あ、遅れた。あのそこであの、まあ、ちょっとね、あの立ち回れない企画で、
6万7000負けたんですよ。でその6万7000負けて、まあ、あの銀行とか寄らないままコンビニとか寄ってくればよかったんですけど、ちょっとねそういうのもあって、まあ、なんかあんまりこう立ち回れないです。これでまあもちろん使っちゃうこと全然ありえますけど、それで負けると結構メンタル的には来ます。当たってたのかな、ちょっと分かんなくなってた。当たってないでしょ、どうする。あれあれ、いや、あ、当たってるわ。だって音楽止めたもん、追加揃ってる。これが外れたらバービッグ、もしくは移植か、トロンカエレギュラーです。頼むよ、飲まれないでよ、金がないんだから。そう、金がないんだもん。わざわざ言ってあります。今4万円ちょっと使い切っちゃって、ちょっとあの財布にね1000円残ってて、これ使ったら俺財布から札がなくなります。はい、投資41本目。ちょっとこの1000円はなかったことです。わさびさんの前ではなかったことです。だからあの番組の収支的にはずるい感じするけど、俺が損するだけなんで許してください。この1000円は本当にわさびさんで金借りたくなさすぎる俺の思いの1000円なんで、40代にもなって財布から金なくなった男のお願い。今ジュワンって言わなかった、今ジュワンって言わなかったかな。特殊先輩はならなかったもん、ちょっと分かんないんですよ俺。言ったと思うんだよね、でも言ってんだ、これがやっぱ言ってんだ、もう幻聴だと思っちゃったよ。よし、金返しに勝つにすんだ。当たったことよりそれです。あ、でも言ったとおりこの線はなかったことするんで、トータルでの投資が4万円です。いやー、全然見倒しできる気しないけど、めちゃくちゃ頑張りますよ。もうあの何週見るんだお前ってくらい見ますよ。なっちゃったよ。めっちゃ時間かけてるでしょ。だって見せれないですよ。ああ、ほらミスったばっか。やばいやばい、このタイミングで。あれ、やっぱやっぱやば。1個しか成功しなかった。いくらなんでもこんな下手じゃないですよ俺。やばいやばいやばい、落ち着け落ち着け。俺今 50% ぐらいしかできてないです。 50% も怪しくない？すいません、わさびさん、結構ミスりました俺。積んだだけでも勝ったみたいな気持ちになってる。ねえ、嘘でしょ。やっぱこういう時の自分の位置外すんだね。近くです。今キャラリー出てたん でここからスイカないんで、またジュワン言ったね。ハイパーは見倒しなくて済むぜ。よしよしよし、いいぞいいぞ。奇跡の判定するわけないよね。いいのいいの。おおほほほほほ、エースなし。いいよいいよ、ここはレギュラー。ここでいたらほら DT がついてくるから。急にすごい当たるんですけど、当たりですから、 DT です。ちょっとここはレギュラーじゃなくて、今レギュラーだね。すごいレギュラーしてた。よく頑張りました。もうぼちぼち終わりの時間なんで、まあ、最後一発当たったらいいかなと。まあ飲まれることはもうないんで安心です。さあ、というわけで下ドラが間もなく飲まれます。今タバコ、最後のタバコのつもりで行ってきましたけど、今お客さんとちょっと喋ってて、あのやっぱいろいろ聞いたんですけど、面白い方ではまず2つ聞けたんですけど、1つはやっぱりどんな台に入れてくるか基本読めないに近いそうなんです。でもう一個が、まあ、あれです、入れてくる日は2台並べて入れてることが多いらしいです。
で僕あのね確かに苦戦されてますけど左の台が良さそうってなったじゃないですか。2台並んでんですよね。だとするとちょっとハマってますけど、引き続き期待してラストまで打ち抜きたいと思います。いいね、500いったよ。ほんとよし、やっとだ。511、赤7の番ビッグだ。オッケー、また300、荒いね。いや気持ちよく持ってってくれますね、本当ね、コインをね。マジでマジで この台のこの後の展開がめちゃめちゃ楽しみです。ダメな台の可能性といい台の可能性はもう半々ぐらいありえるかもしれない。僕はいい寄りで打ってきましたし、あの途中でも言いましたけど、あのなんだろうな、多分終わる時間まで、ああだだ、終わる時間までそのなんだろう、気持ちが変わることはなさそうって言ったけど、ここでレギュラー。いいよ。じゃあ偶数ってことで。ちょうど梅ちゃんのさっきまでの投手と僕の投手合わせた枚数ぐらいがプラスになってるんで、梅ちゃんがディスクアップで1枚でも勝ってれば勝ちみたいな、そんな感じになったなってきて、ほい、いいかな、やめよう。最後ベルの確率一応3024ゲームだって、6.87 抜いちゃう、めちゃくちゃいいですね。でビッグ17回で追加12回という結果になりました。17×24÷12 です。よく考えたら DT もありますよね。ね、借りに行く人なかったの。まあ結局行かずに済んでるんですけど。そうだそうだ、 AT もあったわ。はい、来たよ。二択。最後ビッグ行きました。まあこれでもう時間なんで終わりですね。よし。ちょっと帰ってきましたよ。あれいっぱい取れたの。75ゲーム。できれば DT も入ってほしいですけど、入らなくてももう多分これやったら終わりなんで、どっちでもいいです。来ちゃうっていうね。まあいつもの子ですけど、まあいいでしょう。お、熱いじゃん。赤だし当たるでしょ。あ、もう当たった当たっちゃいましたね。まあバーバイキューですね。当たってしまいましたね。おお、当たりました。青七。まあ一日中悪い、何にも引けないみたいな日はあんまないっすね。やっぱ昨日とかそうだったんですけど、あんまない。さあラスト、終わりっすね。まあディスクなんでこの画面で、やめるのは全然問題ないと思うんで流しましょう。もう時間です。いやー、よかった。はい、というわけで、いやいや疲れたでしょ、梅ちゃん。いや本当に疲れました、はい、いやまあ皆さん見てたと思うんですけど、そうですね、まあでも波乱万丈あったからちょっと梅ちゃん後にしてもらって、はい、わ、はい、かりました。僕はあの1000円でフリーズしまして、はい、でまあそこからビッグ3連して、はいはい、ビッグだけでずっとモイモイしてたんだけど、はい、途中後半ですね、バーンって一撃で完走レベルのすごい連チャンをかましまして、はい、まあなんとか1600前後半ぐらいかな、浮くことができましたんで。いやいや、そっちのドラマはいいですよ。マジでヒヤヒヤしたんですよ、まあ、僕はだから本当に
まあ、4万ジャスト、はい、その財布からもうお金が完全になくなる状態まで行って、はいはい、で、最後ね、なんかディスクアップで、まあ、本当ね、特殊転売も鳴ったか鳴ってないか本当信じられないとこから、なるほど、なんと、1552枚出て、はい、結局マイナス288枚です。すごいよ、もう十分ですよ。負けたんですけど、すげえ勝った気分。いや、すげえ十分です、はい、だってもう最後、あの僕が結構700枚ぐらい落ちたんで、はい、最後にその時に梅ちゃんがディスクアップだけでの収支で1枚でも勝ってればチャラぐらいになるかもって言ってたぐらいなんで、で、はい、2人合わせると、はい、プラス1364枚です。連勝だし、やっぱあのすごい乗り食うとすごい申し訳ないですけど、はい、不思議な感じになりますね。いやいや、俺前回出してもらってくから、はい、全然問題ないですよ。こういうもんですけれども、ね、そうそう、意外と我々こうやれてるよ ね、 こうやれてる、綺麗にやれてる、まあ、こうなりつつも上がっていってると思うんで、そうそうそう、まあ、なかなかあの、うん、いいとこ見せれてると思います、ね、はいはい、今日も楽しくパチスコしてましたんで、はい、まあ、よかったかなと思っております、はい、というわけでですね、今回もプラスで終わりましたので、はい、また次回以降も頑張って勝っていきたいと思います。コメント質問ともよろしくお願いします。あ、そうですよね、高評価もね、そう、はい、高評価、はい、チャンネル登録、はい、もろもろよろしくお願いいたします。初めて言ったかもしれない、こんなこと言ってきましょう。そういうことも、そうでも言わないと、はい、本当北区赤羽の人しか、そう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 、来なくなっちゃうからさ、はい、質問がさ、はい、ね、というわけで、はい、皆さんもぜひ送っていただければと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。